となくそういう日本的なものからは離れたところでやりたいと思ってたんですけど、そういう意見があるっていうのは意外でした、うん、なるほどなっていう、うん、で多分そういう国民性というか日本的なものとかの国っていうのは国的なものっていうのはわざと出そうとするとすごい嫌味なものになるので、でも例えばキーをした時の気持ちよさとかそういった最小限の音だけを使っていきたいというふうに考えています。インターフェース、例えば今のモノクラフトのサイトっていうのは、まあ、そういうヤコブ・ニールセンさんが言うようなユーザビリティからはもうすごいかけ離れてるところにあると思うんですけど、で、まあ3日に1回ぐらいはお前のとこのサイトはなんて使いにくいんだって、こんな使いにくいサイトは初めて見たっていうメールをよくいただくんですけど、まあそれはもちろんそうだと思います。その僕が今やってるサイト試みようとしてる手法っていうのはそんなに成熟されてなくて、確かにあれをそのまま次元での面白さ、触った感じ、単純にこうなんか触った感じからこうどんどん誘導されていくようなエクスペリエンス的なものであるとか、あと単純なそういう驚きとかですね、うん、そういったなんかあるサイトとユーザーとの出会いみたいな出会いの印象深さっていうのは絶対必要だと思って、なんていうかちょっと好きなんですけど、まあ、そのフラッシュっていうアプリケーション自体が持ってる可能性ももちろん好きだし、あと大きいのはいわゆるそのフラッシャーのコミュニティっていうのがすごい僕はいろんなフラッシュキットとかビアヒアフォーラムとかそこら辺のサイトをよく見てるんですけど、ああいうことでこう真剣にデザインなんか面白いものがあったらぜひいろいろ見て僕の方もいろいろ刺激をもらいたいと思うんで、一緒に頑張っていきましょうとちょっと英語で言うとあれ難しいからちょっとあれですけど、すいません